僕のヘルメットかぶったよ。かわいい、大きいね。しばしば2人とも来たよ。2人と、めっちゃ楽しい。楽しい。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。クイズもあるわよ。皆さん、ごきげんよう。サーキット今日は、はい、今日はサーバーサーキット木更津に来ています。はい、来ましたよ。はい、はい、ここはね、何をするところかわかりますか。レース。そう、ゴーカートに乗ってこのコースをね、走るところです。はい、はい、今回ね、パパとオープンでこのゴーカートに乗ってサーキット走ろうと思います。はい、ゆめちゃんも走る。いや、大丈夫。はい、じゃあ応援してくれるのでね、応援頑張ってください。はい、はい、もうなんかすごい音しない。ドドドドドドキュッ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 って、うん、僕あれに乗るんだよ。おお、すごい。うん、時速ね、40キロ出るみたいだからね、オープンも乗ることができます。じゃあオープン、まずはね、1周目は練習で走って、2周目勝負して、3周目ね、こちらでパパとオープンで一緒に走りました。1つのカートに乗ってね。頑張って。ちなみにね、パパに勝つことできたらね、なんでもね、好きなものばっかり行くよ。練習はダメだよ。2周目ね、2回目、まずはね、中で受付して説明を聞いてカートに乗り込みます。はい、じゃあレッツゴー。このビデオではカートの乗車説明、そして注意事項の説明をさせていただきます。これちゃんと見ないと携帯もつながりますからね。最後まで絶対ちゃんと見てくださいね。まずね、こうやってね、フルフェイスのね、下にこれつけます。で、ね、この上からあのヘルメットね、かぶればいいからね。分かった。違うじゃん、なんか音楽さん違うじゃん、パパみたいにしないと。ね、開いてるよ、ほらこんな感じで、これでヘルメットやばい、見えないでしょ。なんか面倒みたい。怪しいね、あなたの結構怪しいよ。ちょっと緊張する。緊張する、早く乗りたい。早く乗りたいの。楽しそうだもんね。頑張ろうね。オープンヘルメットかぶったよ。かわいい、大きいね。パパもね、かぶるよ。まずはね、練習だからね。そう、焦らずね、慣れましょうね。頑張りますよ。なんかパパちょっとずれてた。え、ずれてる。ちょっと顔がずれて、目覚ましい、今のやばい、青肉でやばい。あ、で、無理だ。あ、OK や。OK、OK、それで、ギュッとね。あ、じゃあ OK、 OK、準備できました。はい。なんか目だけ見えるの面白い。頑張るよ。2人とも来ました。
ピースしてるんだけど早く行きな。1周を34秒以内とか32秒31秒以内でゴールできるとこういうねボールペンやマスクとか1000円引きとかのね券をもらうことができます。オーケー、1周34秒だってけどね、子供はプラス4秒、38秒で OK だって。38秒で1周したらボールペンもらえるんだって。よし、じゃあパパは僕には34秒でボールペン狙います。38秒以内頑張る。よし、はい、姫ちゃんとおくん休憩中です。はい、おくんめっちゃほっぺプリンになってんじゃん。私ね、お箸に飲まれ。うん、姫ちゃん応援ありがとね。うん、聞こえてた。あんまりやっぱ、姫ちゃんとそうそうそう、聞こえないんだよね。おくんね、今コーラ飲んでエネルギーを充電して次、アクセル全開で行くそうです。マジで行くの、うん、マジ行く。今充電のパーセント何パー？30%。30%? 70%。 あ、70%、結構いいね。パパは 60% ぐらいかな。でパパ 50% 超えればすごいから。みんなの 100% がパパの 50% だから余裕。どういうこと？じゃあね、2周目頑張りましょう。はい、ください。ちょっとパパ何やってんの、それキャッピがプリンプリンじゃん。オーケーと大人がいいんじゃない、それ。あ、めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいですよ。意外と楽しい。でも、オークには分かる。そう、なんかオークはね、フリスベスベスベなんか、なんかザワザワしてる。正直そうなんです、プニョ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 プニプニブヨ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 。オークもプニプニ。はい、2周目頑張るからね。待って、結構スピード出してる。わ、パパもうこっち来たよ。はや、すごいスピード出してるじゃん。おー、コーナー曲がるの前にパパ。
ます。今あ、オークン来た来た来た可愛いオークン頑張れそう、ゆっくり、そうそうそう、いいね、いい感じいい感じ可愛い。おー、またパパ来た。なんか早くない？来るの早っ。おー、うまい。オープン、来た来た。待って、これ残しちゃうんじゃない？奥のこと残しそうなんだけど。あ、追いつきそう。オークンが抜かれる。オークンパパ早っ、抜いたじゃん。パパがオークンのことを抜きました。早っ。ずっとスピード全開で走ってる感じかな、パパ。そして奥は安全運転。ね、頑張ったっすよ。さっきのスピード出してた、ね、あのジャンカー
曲がるときはね、ちょっと半分ぐらいブーンってアクセル出して、まっすぐのときは前回時速40キロだって。よっ、早いでしょ。オッケー、大丈夫だった。うん、しかもね、地面に近いからさ、おおおおってなるじゃん。振動もすごいし、地面に近いからね。しかもさらに揺れるんですよ。うん、そうそう、すごい迫力あるよこれ。うん、面白い。それさ、途中でパパさ、オークにとか乗ってたじゃん。うん、そうそうそう。オークね、ぶつけないようになと思ってヒーってやってたら、オークのこと何回追い越した？1回ぐらいかな。ね、そう。ということでこれ、やっぱり大人の力の勝ちですか。でも前だってさ、パパいるじゃん、オークいるじゃん、うわーって走ってんじゃん、うわーってオークも越しちゃったの。だからこれ、パパの勝ちだよね。そうだね。ね、わかる。そうなの、パパの勝ちだよ。ありがとうございます。え、じゃあパパが勝ったら何？何もない。何もない。パパが負けると罰ゲームで、罰ゲームみたいなもんなんだよ。なんか好きなものをね、買ってあげるっていう。パパ何もありません。けどね、この後、ね、勝負は終わったんだけど、パパとオープンなの。で、パパが運転して、パパどんな感じで走ってるかっていうのね、オープンね、体感してもらおうと思います。お、二人にあるの？あるよ。すごい。コーナー焦れちゃうよ。キューッていくよ。さ、38秒以内にやってよ。そうだね、今度何秒だったんだ。まだね、もうちょっと慣れたらね、今初めてやったからさ、初めて前回を、うん、何秒かちょっと見てみましょう。今ね、係の方にね、ラップタイムね、もらってきました。はい。1回目の初めて走った、練習で走った5周ぐらいしたっけ、うん、そのうちで一番速いタイムが出てます。はい、オープンは1周79秒862、こちらがオークンの最高記録でした。それで今走ったオークンのタイム47秒011。めっちゃ勝ってるじゃん。半分ぐらいになってるじゃん。すごい。オークン47秒で走ったんだって。え、でもあともうちょっとだと38で、あと9秒ぐらいだったね。オークンギュインギュインってやればね。しかもさ、同じマシンで同じエンジンじゃん、体重全然違うじゃん。オークンの方がほんと速いんじゃない？ウィーンって。パパ、そう、パパはデブいからね。おってなるのよ。でしょ、オークンだったらシューンってな。ね、50キロ以上違うからね。はい。そうだよ。そう。はい、パパの一番最初にね、練習で走ったタイムで一番速かったのが41秒416。速い。練習が最高ですね。そう。でね、今ね、ちょっとね、初めてアクセル踏み込んで走ってみました。はい、こちら最高タイムが36秒492。え、何秒できたの？あ、大人も34秒です。ああ、慣れたらいけそう。34秒、あとね、15キロぐらい軽かったらスワンっていくから。そうだ、痩せてリレーです。違う、これさ、今乗ったのジュニアマシンなんだよね。大人用のマシンは乗ってないから、ジュニアマシンで36秒492だよ。まだいけるかもね。いけるんじゃないこれ。え、大人の方が速い。わかんない、どうだろうね。加速も同じかなけど、体の大きさが違うからさ、ね、運転しやすいと思う。だから三輪車みたいな感じじゃん。けどパパが36秒出したのと多くの38秒いけるぞ。いけるいけるって。また今度ね、オークンじゃ挑戦してみましょう。はい。あのね、パパがどんな感じで走っていたか、この後パパとオークンで一つのマシンに乗って、パパがギューンって言ってカーブを攻めたりするから、オークン横でどんな感じで走ってるかっていうのを覚えてた。それで今度はまた挑戦しに来いよ。はい。38秒いけるんじゃない？では次、パパとオークン2人で走ります。はい、頑張ってください。はい。なんか奥がちっちゃく見える。
大丈夫かな。あーもう来たよ、早い。アクセル離してギューンと曲がってアクセルグワーンと踏み込んだらギューって回っちゃったらびっくりした。見たパパはね生まれて初めてスピンしました
そう初めて知った、あれ。じゃあ、オープン。今度、38秒切ろうね。はい。わかりました。また今度ね。やってみようよ。頑張ろう。とりあえず34秒さ、体験しておけば、もう38秒簡単じゃん。怖くないよ。ね。パパが一人で、大人盛り、持ったら、33秒寝るんじゃない？本当だ、なんかあの景品もらえるんじゃない？そう、景品やってみようか。やってみようかな。やってみて。オッケー。じゃあパパ一人ラストいきます。はいはい。パパのラップにご注目。いや大したラップ出るかな。初めてだからね。初めてだから。だって僕と二人のにさ、さあ夜出てたら、一人で大人になっていけるでしょ。そうだよね。僕がちょっと。そんなことないよ。オウ君がビビってないかなってちょっとね、気を使って走ってたんだよ。でも気を使って走ってて、ヘルメットも34秒だったら隙間から見えたら目がなってんだって、オウ君何もできない、動かないしみたいな感じだったから。じゃあちょっとね、ママ一人の挑戦いってみます。はい、頑張って。はい、
マシンにね、ちょっと慣れないと、ちょっと慣れてね、線があるから、それ慣れれば、多分ね、もうちょっと早く行けるかなと思いますけど、楽しみに行けるんじゃない？画面外だった、うん、そう、2回ぐらいしたたまには回っておかないとね今日はパーパーサークル、サーズに来ました。はい、頑張ったよ。うわー、パパなかなかやるね。うまい。この年で初めてで、あのタイプだからね。32秒88ね。皆さん、パパの記録乗り越えてください。次はね、30秒切ると思うからね。今のうちだよ、パパの記録超えるの。まったねー、バイバーイ。次はね、姫ちゃん頑張るみたいです。もういい。あ、行ってないか。もういい。34秒台以下だったからね。こんな感じのロゴ入りボールペンもらったよ。